出ましたね。ちょっとあの最後さあのもう一回やらせていただきます、ね。ああ、何が悪かったのかね。そうですね。ちょっとあの機械がたまに清掃作業に入ってしまって、ね。ああ、なるほど。これ自動で清掃するんですか。そうなんですよ。はあ。何分かに一回自動で清掃に入ってしまいますので、りーちゃんこれカプチーノもらったら、うん、もったいないから。いいよ。うん、飲みましょう。こちら一応カプチーノ、はい、結構あげたらいいですね。そうですね、最後あげればあげていただけます。はい、ありがとうございます。できましたよ。これ何かでもリッツさんあれですね、この選ぶコツをまたスタッフさんに教えてもらうとわからんですね。選ぶあそこに何か表に書いてるんですか。そうですね、あの一応今ちょっと品切れ等であのこちらにないものもあるんですけれども、一応このマークが3つございまして、はい、おすすめのが色がついておりまして、ああこの小さいマーク、このコップが小さいマークがエスプレッソがおすすめですよということなので、あ、なるほど、リストレットインテンソというものがエスプレッソには最適になっておりまして、この真ん中 と右側のがあのコーヒーとかカフェラテとかそういったものがおすすめですよ。なるほど、あ、コップの大きさで違うんですね。そうですね。あ、わかりました。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。あ、リッツさん持ってってくれ。はい、お持ちいたします。あ、すいません、ありがとうございます。丁寧にありがとうございます。はい、ありがとうございます。あ、どうもご丁寧にありがとうございます。いただきます。はい、どうもありがとう。じゃあリちゃん食べましょう。はい、初めての広島ヒルトン。今リッツさんこれは何タイムでしたかね。タイムの名前。って見ないとわかんない。アフタヌーンティー。アフタヌーンティーですね。をいただきます。はい、それではいただきます。ありがとうございました。エグゼクティブラウンジ、こちら22階となっております。エグゼクティブラウンジの、ね、アクセス券を持った宿泊者のみのサービスとなっておりますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。高評価さん、チャンネル登録お待ちしております。